さて今夜はここでクマじゃなくてヤリイカ狙います。いや最近クマに取り憑かれてますからね。今夜はヤリイカ、ツンちゃんママからの情報でやってまいりました。さあどうかな。とりあえず目標いっぱい今夜のメンバーはツンちゃんママとシャンタさんファミリーとコイチさんです。皆さんよろしく、久しぶり。なんだか子供がいます。ヤリイカの子でしょうか、何でしょうか。来た、やったぜ、やりました、初ヤリイカ。ちょっとどんだけ釣るんですか、こっそり。マジか、すげえ。よおったね、すげえ。シャンタさんヒット。おお、ナイスサイズ。おー、これはでげえわ。おお、何バランス。これはでかい。乗らねえ、いっぱい足元にいるのにな。来たか、よっしゃ乗った、よっしゃ。うお来た、うお得意と。うお、めちゃいますね。入れ食いです、一人が爆鳥です。ちょっと、いや、ちょっと何杯いるんですか、これ。分かんない、出てないです。シャンタカフェさんオープンです、久しぶり。出来上がりました、イカの漬け丼です。いただきます。めっちゃ甘い、うまい、やばい。ちょっとこれやけど食っとる場合じゃない、めっちゃ周り詰め出してよ、やべ。いっぱいおるとか言うし。あ、でもうめえ、うまい、マジで。イカ焼き、いただきます。二つまで、二つまで。あ、やばい、やばこれ。あ、うますぎこれ、やば。ちょっと、あ、これもちょっとファミマのメニューにしていただきましょう。やばこれ、ちょっと本当にめちゃくちゃ釣れるのに時間となってしまいました。私は帰りたくない。めっちゃいますね。うん、よっしゃ来た。ほんと帰りたくない。イカ釣り堀です。すげえ、ここ。来た、シャンタさんヒット。
おーおおナイスサイズ。いやいやー、これは取れんすね。あー、どうかな。外れてちょうだい。おー、何でっか、なんだこれ。おい、おー、またまたじゃないこれ。上がる上がる。あ、いや、クエじゃないこれ、ちょっと。あ、クエクエ。よっしゃ、やったー。これもいいや。おー、もう多分これ、イカ20匹ぐらい相当する。うわー、これにクエが食いついた。あすげえ。クエじゃない。え、誰が釣ったんですか。トクトク。すごい。しかもマジか。取られたのかな。ってことで今日の超過42。十分。いやー、まさかの超過で驚きました。みんなはまた釣られるんで3桁いくかもですね。つんちゃんママ、本当に情報ありがとうございました。楽しかったです。